ップに出たのは三国レッドのマシン。しかし後ろのマシンも負けていない。この後の展開はどうなるのか。レースも中盤戦、後ろのマシンもトップ1コース周回遅れでリタイアだ。レースも残すはあと2周。ファイナルラップに入った。トップが最終セクションを抜ける。ニコース・ドリーン、見事勝利したのはニコース。おめでとう。